ミスティック・リバーは2003年のアメリカ合衆国の映画、クリント・イーストウッド監督、制作、音楽。アメリカ合衆国の作家、デニス・ルヘーン作の同名のミステリー小説を原作としている。題名はマサチューセッツ州を流れる、実在の川である。許されざる者、マディソン軍の橋、スペース・カウボーイなど90年代に、 数々の名作を世に送り出してきたイーストウッド監督による重厚なサスペンスドラマである。一つの殺人事件を通して四半世紀ぶりに再会した幼馴染の三人の男性の運命を描く。それぞれに工作する嘘や疑いが事件を思わぬ方向へと発展させてしまう描写が高く評価され第76回アカデミー賞で 作品賞をはじめとした6部門にノミネートされ、ショーン・ペンが主演男優賞、ティム・ロビンスが助演男優賞をそれぞれ獲得した。ボストン近郊のミスティックガー沿いにある小さな町、イースト・バッキンガム。犯罪家業から足を洗い雑貨店を営むジミーと、家族と共に平凡な毎日を過ごすデーブ、そして州警察刑事のショーンの3人は、今は特に親しい仲ではないが、 かつては、隣近所で暮らし、少年時代を共に過ごした幼なじみである。近所の道路脇には、乾きかけのセメントに三人が名前を刻み込んだものが、今も残っている。実は、彼らが11歳の時、デイブが見ず知らずの大人に誘拐され、性的暴力を受けたのを境に離れ離れになったのだ。それから25年経ったある日、ジミーのマナ娘が遺体となって発見され、 殺人家の刑事となっていたショーンがその事件の担当となる。デーブは今も過去のトラウマに悩まされていた。妻のセレステは事件当夜に血まみれで帰宅した彼に不安を隠しきれず、ジミーに夫が犯人だと思うと告白する。彼は自らの手で娘の復讐を果たそうとデーブを呼び出す。 少年にいたずらをしていた男を殴り殺して血まみれになったと主張する彼の言葉を信じず問い詰め、娘を殺したと自白させる。ジミーはデイブを殺害し、ミスティック側に沈める。一方、ショーンは真犯人を逮捕。それは殺された娘のボーイフレンドの弟とその友人だった。デイブが殴り殺したという男の死体も発見された。 真相をショーンから聞いたジミーは、激しい開墾の念に打ち震える。許されざる、罪を犯しながら、法による裁きを免れたジミーに、ショーンは人差し指を向ける。ありがとうございます。